今月19日、2000万円の保険金欲しさに10歳の我が子を絞め殺した父親が逮捕された。逮捕前日、彼はこう語った。今殺人では捜査してないようですが、その警察の捜査体制についてはどのように思いですか。それは自分にはよくまだ分かっております。お父さんご自身はどのように思いですか。一日も早くね、犯人逮捕していただきたいということは、やはり殺人というように思いなんでしょうか。だと思いますね。よくわからないです。それは何しに行くんだよって言ったらね、いいからいいからって言っておったんですよ。それが最後ですね。何食わぬ顔で自分が殺した人間の棺を担ぎ家を抱く。え、あの人が。犯人は普通の顔をしてすぐそばで暮らしていた。人間が人間としての階段を踏み外した悪夢の時を私たちは偶然 VTR で捉えていた。千葉大ジョイ殺し、犯人はやはり夫だった。ただしさん、一言だけ聞かせてください。あなた自身の口で答えて出したいんですよ。残念だっつってべよ。だからこれだけで結構です。ただし言ってるよ。残念だって一言言ってればいいよ。な、一言でいいだったからちょっと待って開けてよ。一言って言うから一言で言いなさい。一言で言うから、おたくら商業でやってたわけだからよ。本人も気持ちも考えてね、会いたいように。車から出なくたっていいでしょうよ。いや、車から出なくてもじゃあいいです。上がっちゃうか。じゃあ上がっちゃう。ただしさん、一言だけ。一言言ってればいいよ。ただしさん、一言だけ言ってくださいよ。お願いします。残念だってやるよ。ただ残念よりも何よりも悲しいだけですよ。まあいいでしょうって。どうですか、1週間経たれてもう落ち着かれましたか。落ち着けるわけないでしょう。盛大な結婚式、20代の新婚夫婦に不相応な豪華な住居。婿亭主藤田忠は医者としてのエリート意識とコンプレックスの狭間にあえぎ、歪んだ男の意地を爆発させた。この後藤田忠は拘置所で7年間を過ごし、独房で自殺した。32歳だった。男は高校1年の息子の葬儀で涙の父親役を見事に演じた。だが犯人はその父親当人だったのである。岐阜県の息子殺し、父親は息子をバットで殴り口の中に土砂を詰めて生き埋めにして殺したのだった。本日皆様方にはお葬儀中のところわざわざご返しとたまに心が撲突そうなこの一人暮らしのおじさんが女子高校生を農薬で殺していた。私たちは近所の取材で偶然犯人のインタビューを行っていたのだった。なかなかその犯人が捕まらないということで、なんていうかな、その付近の人のね、その事件についてのね、話を聞いて歩いてたんだと思うね。秋田県角館女子高校生殺し、農村で起きた衝撃的な事件に噂が飛び交い、被害者の父親が犯人に疑われて自殺、交際のあったボーイフレンドも疑われて自殺未遂を図った。こういう事件があってね、その近所の人としてね、なんた感じしてるんですか。いや、俺そこの事件あるとこから行ってみれば俺一番近いわけなのにな、本当に。犯人は一人暮らし、デート中の女子高生を見てイライラし、うさばらししたと犯行動機を語った。東京大田区雪ヶ谷で起きた資産家一家3人殺し、通夜に誰よりも早く木刀を着て現れたこの男が殺人者だった。井戸から私の実家に電話があって、それから最近聞かれたのは、最近会われたの。もうここのとこずっと会ってます。おいつはの新吉さんの、はい、そうです。妹の子です。新吉さんとはどういう方だったんですか。おっかないけど優しい人でした。借金を断られたのが殺人の動機だった。ご存知、ロス際。捜査員が
姿が見えました。腕に腕章を巻きました捜査員の姿が見えました。三浦さんの車に捜査員が近づいてきました。三浦容疑者を乗せた車はちょうど目の前、今度車がこのオートバイの集団の目の前にあります。三浦容疑者を乗せた車です。手に手錠がはめられ逮捕された三浦容疑者、今私の方をちらっと見ました。前を見たままです。今目が合いました。私の姿が分かったようです。目と目の間、眉間にシワを寄せ表情を厳しくした三浦容疑者です。私の方世界を股にかけた保険金疑惑の大御所三浦被告は現在も東京拘置所に収監中である。なぜか犯人はよく喋る。そしてあくまでも犯行を否定しようとする。大阪茨城市の町狩り男逮捕。僕何でしょう、物のあいつは一切来てません。前々のうちにね、子供をね迎えに行っただけなんですわ。帰ってくるのが遅いから9時頃、7時頃子供迎えに行っただけなんですわ。子供、この男は通称町狩り男。子供の声がうるさいと保育園に40回にわたって町狩りや釘などを大量に投げ入れていた。警察が出かけてるんですか、犯人として。僕はから9月にかけて東京多摩ニュータウンで鳩の足切り事件が多発した。私たちは鳩の足切り男との接触に成功した。ごめんください、どちら様でしょうか。あ、すみません、フジテレビなんですけども。あ、フジテレビさん、はい、実はちょっと伺いたいんですけども、夏頃からですね、はい、こちらの近所の鳩が、はい、何者かによって足を切り取られているということを聞いたんですけども、いろいろ聞きましたら、おたくさんがそういうことをやってるんではないかと。そうですね、何羽か私が、ね、やったことは認めます。それは私に危害を加えるようなものがあれば、それ相手が鳩であろうと、どんなものであろうと、やはりそれに対処しなければならない。つまりゴキブリやハエをやっつけるのと同じようなことじゃないかという。自分は間違ったことはやっていないと言ってインタビューに応じてくれました。今回書類送検されたということで、またこの男性に話を聞いてみたいと思います。マスコミは帰れ、マスコミは帰れ。ちょっとお話聞かせてもらえません。書類送検されたそうですけど。マスコミ